はい、1146回2023年5月24日水曜日かな、まあ、今1時半過ぎ2時近いのかな、わかんないですけど、はい、NHK スペシャル見ました。国家主席習近平ということでね、まあ、中国のね、今国家主席、されてる習近平さんさんとか言って、のことを扱ってましたね。まあ硬いっていうかね話で、まあいろいろメモりましたけども、あんまり深く感想としてはあんまりね、深くはまあね、 NHK、まあね、突っ込んだ、ああだこうだ、この人となりについてああだこうだっていうのはなかったですけど、まあこの人、習近平についてね、どうやってその国家主席にまで上り詰めたかみたいなね、そんな話ですよ、いうことで、まず冒頭ね、31歳の頃の習近平さんね、アメリカのミシシッピ川の遊覧船にてって言ってね、そこで、写真撮ってる、写真残ってましたね、31歳の習近平。アメリカに、まあ、なんでしょうね、あれは、視察かなんかに行ったんですかね。で、28年後、その31歳から28年後、国家主席に上り詰めますということでね、冒頭。で、2013年から国家主席やってますよと。で、14億の民を率いて、中国を世界屈指の大国へ押し上げたということで。まあ、もう2013年の時点でね、軌道に乗ってましたからね、中国もね。まあ、習近平になってから何をやったかって言ったら、まあ、ね、2013年から今10年か2023年ですから、まあ大きく何かやったかってね、最初腐敗撲滅キャンペーンみたいなのでだいぶやりましたけどね、あれかな、あと、香港、まあ、返還されてて、その後ね、真綿で首を絞めるようにというのかな、完全にね、香港はもう、香港らしさっていうのはね、どん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 失われていったかなみたいな感じですかね。はい、で、西側諸国が掲げる人権とか民主主義とか、そういう価値観に対抗し、もう国際秩序を左右するような存在になっていると、今の中国ね。で、海外メディアの取材をほとんど受けないことでも知られていると。で、専門家の間でもその実情を知るのは難しい存在ということで、そうかもわかんないですね、習近平。一体どういう人となりなのかっていうのがね、意外と分かりにくいみたいなね、専門家の間でも。まあ、研究してる人は世界中にいるんでしょうけど、今回ね、アメリカの学者とか出てきますけどね、もう本当にね、習近平、頭の中何考えてるのかっていうのはね、まあ、分かりやすいところもあるんですけど、分かりづらいところもあるみたいなね。で、福建省の平潭っていうところね、ここを過去に20回以上訪れてると、で、ここは台湾に最も近い場所っていうことでね、観光名所になってるみたいですね、平潭っていうところね。で、まず習近平の肝入り、この平潭島っていうね、台湾、この平潭の平潭島っていう島あるみたいですけど、平潭島と台湾を高速で鉄道で結ぶっていうプロジェクト、これ2035年の完成を目指してるっていうね、ことで、やってるのかやってないのか、台湾側もこれ乗ってるんですかね。平潭島と台湾を高速鉄道で結ぶというプロジェクト、これ進んでるんですかね、これをやってるのかな。はい、で、観光客がね、観光名所になってますからね、台湾に一番近いところっていうことでね、中国本土から平潭島、そこで観光客、中国全土から来る観光客の人がね、台湾に向かって喋ってましたね。台湾帰っておいでってね、いやいや帰っておいでって帰る気ないんですけどみたいな人もいると思うんですけど、で、NHK でね、300点以上の習近平の言葉を収めた資料を分析したと。そうすると、領土、自国の領土、まあ自国外の領土もそうなのかも分かんないですけど、領土と海洋権益へ強いこだわりを示していたと。
で、ダニエル・ラッセルスっていうね、学者の方、これアメリカの学者の方だと思いますよ、確か。オバマ政権で東アジア政策を担当してたと。うん、で、国家主席の頃から、まあ、あったりしたこともあると。うん、で、2013年、米中首脳会談で、現在の台湾や東シナ海での一方的な主張、うん、につながる、主張ね、今のね、台湾とかね、そうですね。あと東シナ海、南シナ海での一方的な、ね、中国の主張につながるような主張をこの2013年の米中首脳会談で、言ってましたよっていうこと、これ覚えてますね、私もね。太平洋は広いと、うん、中国とアメリカと半分こにしようよみたいなねそんな内容のこと言ってましたね、確かね、はい、米中首脳会談でね、2013年国家主席になったばかりというですね。で、オバマ大統領は何も言わずみたいな感じですよ、確か。で、まあ、中国ね、中華人民共和国建国は1949年、毛沢東を指導者としたと。で、4年後に、習近平生まれてると。ね、1953年ですから、習近平生まれたの。ね、ですね。で、父親、習近平の父親は副首相を務めた、習仲勲っていうのかな。うん。副首相まで務めたと、うん、で、高級幹部の子弟としていわゆる高二代として紅二代って書くんですね。高二代として、何不自由ない生活をしてたということです。まあ中国もこうやってね高二代とかあるんですね、世襲制度みたいなね。日本もそうですね、2世3世議員ばっかりですけど、うん、もう根っからのエリート主義者だと、うん、で、レッターザンレッドってね、赤よりも若いと、うん、いうことでね、書いてましたね、うん、誰かが書いてました。レッターザンレッド、赤よりも若いと。もう根っからのエリート主義者、うん、で1974年中国共産党に入党、地方の幹部として25年間農村の暮らしを経験、うん、で、貧困撲滅の統治哲学と、うん、もう貧困はとにかくもう自分もね、あの地方とかで、うん、いたこともあるし、地方でね、もうなんだ、文革の時冷遇されたような時あったみたいでね、あれ、うん、田舎の方に行って皆と一緒に雑魚寝みたいな生活して、農村の貧しい生活も体験してるみたいなこと出てましたね、途中ね。それで貧困撲滅、もう貧困は良くないよと、うん、身をもって体験してると。もう治安もよく、なんていうのかな、国を治めるっていう時にはまずは貧困撲滅、うん、これは大事だっていうことを身をもって経験してるということですね。で、都市と農村との格差ね、まあ、中国の場合はこれ未だにありますね、都市と農村との格差大きいと、うん、まず習近平、うん、政治哲学じゃないですけど、うん、まずは人民の生活を改善することで党の支配体制を守ると、うん、いうね、この統治哲学、うん、人民の生活改善、一方で社会の秩序を保つため自由な言論や民主的な活動を制限、まあこれはもう著しくですよね、うん、制限してますね。自由な言論とか民主的な活動、これをもう制限すると、社会の秩序を保つためね、まあまあまあ人民の生活改善にしても、この社会の秩序を保つため、うん、まあ、完全に自由じゃダメなんだと、うん、自由な言論とか民主的な活動っていい、まあね、このある程度制限するっていうのは私は悪くないと思いますけど、うん、でもこの話だけ聞くとね、そんなにね、危ない指導者ではないのかなっていう感じしますけどね、はい、悪くないと思いますよ、この日本哲学、うん、人民の生活を改善すること、もう一つは社会の秩序を保つために自由な言論とか民主的な活動を制限すると。まあこの程度にもよりますけどね。で、早い時期から民主化への動きに強い警戒心を抱いてたと。で、天安門事件で、うん、軍の鎮圧には割と肯定的な立場、うん。まあそうでしょうね。はい。で、ソ連邦、ね、崩壊。で、党が軍を統制できなかったこと。うん、これが教訓だと、うん。ソ連の崩壊ね。うん、で、上海市のトップを経て2007年中央政界入りと。2007年中央政界入りで2013年に国家主席になっていると。ね、
2007年に中央政界入りして2008年には国家副主席ですから、この人ね、まあ、最初からなんか次の国家主席みたいな感じでね、有望視されてましたよね。私もこの辺ちょっと分かんないね、中国の、仕組み、うん、なんて言うんでしょうか、まあ地方上海とか福建とかでね、トップ務めたり、うん、そこでのなんていうのかな、もうその時点でもう有望視されてたんですかね。早かったですよね、この人国家主席ね、中央政界入ってからはあっという間でしたよ。もう本当に早い段階から次はこの習近平だって言われてましたからね。うん、もう最高権力者ね、まあ中国の最高権力者、まあ1949年建国ですから、まだ建国されてから74年かですんで、まあそんで日本みたいにね、ガチャガチャ1年1年に1年ごとにね、総理大臣変わるみたいなことないですから、うん、そんなにね、今までの最高権力者っていうのは数は多くないんですけども、まあ毛沢東から始まって鄧小平ね、うん、あと江沢民、胡錦涛と続いて今習近平と来てますね。はい、ね、鄧小平の頃はね、長かったですね、これ集団指導体制ね、毛沢東の時に権力が集中しすぎた、それで混乱を招いたっていうのもあるんで、鄧小平はね、集団指導体制気づいたんだけども、まあ、習近平になってから国家主席の任期ね、これ2期10年までだったのをこれ撤廃したと、うん、いうことで鄧小平が集団指導体制敷いたんですけども、まあ習近平になってからね、集団指導体制じゃないですよね、もう本当に独裁みたいな、うん、で2期10年までってなってたのもこれも撤廃したと、ほとんど終身国家主席みたいな感じですよね今ね。はい、で国家主席になってからはまあ私もよく覚えてるこの反腐敗キャンペーンね、うん、で2018年3月国家主席の任期を撤廃ね、あと集団指導体制の形骸化、うん、かつてない権力を今習近平、過去のね権力者たち、うん、が手にした以上の権力を一手に今手に収めているというような状態。今回のコロナ騒動でね、中国もね本当にゼロコロナやってましたからね、本当にで各地でね、まあ、つい最近ですよ、白紙運動って言ってね、公然と習近平をね批判するような動きありましたね。おいおい大丈夫なのか君たちは、そんなことやってって思いましたけども、やっぱり連行とかされてましたよね、人たちね。はい、で活動参加者を次々と拘束してみたりってことですね。で就任以来、国家目標中華民族の偉大な復興、これね、これですよ、中華民族の偉大なる復興、うん、まあ、中国ね、まあ確かに100年以上にわたって西側からね苦しめられたっていう歴史ありますよ。ひどかったですよ、アヘン戦争、1840年のね、アヘン戦争の頃から本当で帝国主義列強ね、ドイツだ、イギリスだ、フランスだね、もう疎開作られてね、各地にね、日本にもね、遅れてやってきた列強、日本もね、もう中国大陸蝕まれるみたいな感じになりましたから、それがね本当にね、まあ中国人民の、うん、心の中にあるんでしょうね、この習近平もがっつり心の中に屈辱、うん、あるんでしょう。これが、まあ、中華民族の偉大なる復興っていうことね、この国家目標、うん、まあでも1990年代、まあ、日本の没落、バブル弾けてから右肩下がり、そこから日本はね30年間、うん、その30年間もう本当に日本が没落するのと真逆の動きして、本当にね抜かれてからもうあっという間にですよね、 GDP もあっという間に抜かれ、もう何倍差ですかみたいな、うん、3倍差4倍差ぐらいになってるんじゃないですか今、うん、日本車ね500万台も売れないみたいななってる時に2500万台売ってますからね今。いやすごいね本当に中国のここ最近の、うん、超大国、うん、になりましたということで、もう偉大なる復興終わったんじゃ、終わっていいんじゃないのっていうぐらい復興しましたよ。はい、で2022年3月習近平香港訪問ね、
香港訪問まではだいぶ時間がねやっぱりかかりましたよ、うん、で今年70歳を迎え任期に終わりはないっていうことでね最後、うん、NSP 終わってましたけど、まあ、うん、NHK ね中国に関してはあんまり突っ込んでね言わないし扱わないしっていうか、まあこんなもんでしょっていうね、まあこの NSP 見たからってね、まあ習近平のこと何か新たに分かったかっていうと、まあ分かんなかったですけど、まあ大体ね習近平、うん、こんな生い立ちでこんな感じで考えてるんだみたいなね、まあニュースとか見た感じあんまりね分かんないですよね、うん、この人どういうね、西側の首相だったらいろいろ情報、ね、大統領とかだったら情報いろんなね、趣味は何でとかね、うん、私習近平で知ってるのがサッカーファンサッカーが好きだと、でえらいサッカーのね育成、うん、サッカー選手の育成に金かけてやってたんですけど全然強くならないじゃんみたいなね、うん、いうの、まあサッカーは難しいんですよ、うん、強くするのはね、代表クラス全然強くなんないね。ただもう中国のスーパーリーグっていうのかな、サッカーリーグ、あれはお金の面はすごいね、うん、本当に中東か中国かっていうぐらいね資金潤沢だから、あんなにねプロサッカー選手中国のお金もらってたらハングリーにはなれないです。全然ねもう東南アジアレベルですよ中国のサッカー、全然強くならない。スポーツね、オリンピックでね、やたら金メダル取るんだけど、メダルね、アメリカ以上に。何せサッカーとか弱いですから、やっぱりサッカー、ラグビーあたり強くないと、大国っていう感じはしないですよね。世界でね、1位、2位の人口を抱えて、国の広さもね、1位、2位、3位ぐらい、1位じゃないか。ね、何番目、3番目ぐらいにはなってるんじゃないですか、2番か3番か、うん、ね、人口は多いし国土は広いし GDP も今世界2位だし、ただサッカーのね、FIFA ランキングは70位とかじゃないですか中国。情けないよね本当に、その辺がいけてない、うん、サッカー強くないと大国はっていう感じですかね。まあまあまあ勉強になりましたね、NHK スペシャル国家主席習近平ね、可もなく不可もなく、うん、見たからって言って別に何もね残らないみたいな話ですけど、一応見ましたということでまとめてみました。ありがとうございます。チャンネル登録、高評価よろしくお願いします。またお願いします。失礼します。